サラデ・デディマーアナウス、1880年9月24日から1999年12月30日は、1998年4月から1999年12月まで世界最高齢であったアメリカの女性。フランス人女性のジャンヌ・カルマンに次ぐ確認された人類史上2番目の長寿記録保持者であり、アメリカ史上最長寿の人物である。 ギネスブックにも認定されていた。アメリカペンシルベニア州生まれ。1901年に結婚。マーガレット・スキーとの記録を1996年に上回り、アメリカ史上最長寿者となった。孫、ひ孫、現存、来孫にも恵まれた。2000年まで、あと33時間と迫った12月30日午後3時、老衰のため死去。 119歳と97日、椅子に座っていた状態で突然亡くなったという。死去した時、1903年11月17日生まれで96歳の一人、娘、キャサリン・サリバンがいた。存命中の親子の合計年齢は215歳で、史上最高齢記録である。キャサリンは101歳65日まで生きた。彼女の人生の間に、アメリカでは7つの戦争があり、 23人の大統領がいた。先代の長寿世界一であったマリー・メイ・ユールの死去時には117歳と204日であり、最も高齢で長寿世界一になった人物である。サラナウスには1880年から1889年の間に生まれた兄弟がおり、1884年7月19日生まれ、1885年11月8日生まれであるが、 いずれも幼児期に死去している。同い年の著名人に、与内光政、小磯国秋、松岡陽介、二代目西の海賀二郎、ダグラス・マッカーサーらがいる。長寿世界一になったということで新聞の記事に載った、時、彼女の食べ物の好き嫌いについて公表された。それによると、チョコレートは大好きだが野菜は大嫌いだったという。また、長寿の秘訣について聞かれた時、 年齢を気にしないことと、嫌いな野菜を無理に食べないことと答えていたという。2019年より、ジャンヌ・カルマンの没年齢に疑問が呈され始めており、ジャンヌ本人は1934年に58歳で死亡している可能性があると指摘されている。しかしながら、同年9月16日に、フランスの国立保健医学研究所より、この疑惑が否定されている。もし、 ジャンヌの没年が58歳であることが真実であった場合、確実な記録の残る史上最高齢者はサラナウスということになる。また、史上2番目の長寿者は田中歌手となる。ありがとうございます。